はいどうもポンチです。本日も花師匠にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、だいぶマニアックな話、僕個人的に気になってることで、花プロのグリップとかストロークとか手首がなんかふにゃふにゃだなって昔から思ってたりしたんでまあそのあたりを、まあ、説明っていうかどんな感じでやってるのかっていうのをちょっとカメラに捉えてちょっといろんなアングルか撮ってみるんで、それで、まあ、花プロが一応意識してることを簡単に、これ多分個人個人違うものだとは思うんですけれども、簡単に聞ければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。前回のほら動画とかやってたじゃないですか、はい、割れない付き方と割れない、はい、割れる付き方、はい、両方やりましょうか。両方使うことあるんで、回転量を操作するためにちょっとこう、まあスピードに対して回転量を考えた時に割れる付き方とかもやったりするんで。なるほど、はい、で何種類かバリエーションが、まあ、基本的に2種類ですね。じゃあまず一般的な普通のショットをする際のグリップを、まあ、普通にこうちょっと振り抜く感じでね。はい、今引き球ですね。肘を落としてます。今結構スピードが速いんで急に連れてかれちゃってる部分はあるんですけど、あれスピード落とすと肘はまあほとんど動かないですね。肘っていうのはそのショットによってちょっと変わるっていう風な感じでついてるわけですか。まあね、勢いがこう来るとこれにこう、あ、もういっちゃう、もう自然と落ちちゃう、ね、あ、なるほど、まあ、力がもう入ってないんでこう連れてかれちゃうんですよね、肘がね。なるほど、極端に落とそうっていう風には考えてないですね。なるほど、はい、あ、その止めようという気もそんなにそんなにないですね。止めようとすると力が入っちゃうんで、こういうその普通の球出しの時は、はい、今みたいな感じです。今まあ結構強めだと思うんですけど、そうです、かなり強いですね。ここではもう肘はもう普通に、はい、自然と連れてかれちゃう。そう、別に落とすっていう意識ではないっていうことですね。そうですね、これほとんど実践で使わないぐらいのスピードなんで、あ、今のは、はい、実践で使うぐらいのなんか普通ぐらいのショットをちょっと、はい、そうするとまあ肘はそのまんまで、そうですね、今あるぐらいのスピードだったら連れてかれないんで、今のが普通のショットで、弾く系はまた握りを変えるような感じ。そうですね、ちょっと弾いていきましょう。はい、今のだとだいぶ違いますよね、さっきやった、はい、球ほとんど出してないですね。うんうん、これは弾くショット、はい、結構握ってるように、あ、見えますよね。あのインパクトの瞬間に握ってるわけじゃないんですよね。今のはインパクトの後にコクッと、あ、インパクトの球止めに行っちゃったんですね、出ない、あ、インパクトの後 に握って止めるような、球が出ないようにしてるって、はい、なるほど。普通のショット試合で使うような、はい、軽く放ってるような感じに、うんうんうん、まあ、ちょっと影で皆さん見えづらいかと思う。これちょっと映像で伝えにくいと思うんですけど、なんとなく違うのは分かりますね、はい、多分ね、多分弾くショットの方が基本的には、うん、まあ後から覚えればいいかなっていう風に、安定は難しい。弾くショットの方が皆さん自然とやってますよ、はい、力抜く方が難しいんで。なるほど、ただポケットするだけってなったらやっぱり力入れない方が必ず、安定感は増しますよね、はい、力入れるっていうのはやっぱりタイミングが少しずれやすくなっちゃうんで、うん、力入れないショットの場合、最初どんな感じで握ってるんですかね。もうまあ乗っけてるだけですよね、指にね。背中に球先が一番近い時は人差し指に一番比重があるかな。うん、人差し指軽く中指みたいな感じなんですかね。それとも人、そうね、あ、軽く中指、うんうん、薬指も軽く、うんうん、小指なんかは本当にただ触ってるぐらいです、うんうんうん、後ろに行けば行くほど人差し指が離れていく。うんうん、ということは薬指中指に乗るような感じだ。そうですね、僕は中指ですね。薬指に一番球が乗っています、うん、引けば引くほど、うんうん、薬指に球がいきます、はい、でそのままでさっきの位置に戻って、この時は人差し指なんですけど、うん、こっからこの前に行く時はまた後ろの指に
そこまで球出す場合のみっていうことですかね。こんなに出すことほとんどないです。うん、なるほど。ほぼないです、はい、こんな感じになるんですよね。うんうん、できたと。これ弱めなショットだと花プロの場合テイクバックで前調整するっておっしゃってたんですけど、その場合も重心を移動させる感じですか。もう一緒ですね。あ、はい、全部薬指に移して人差し指戻すような感じ。そうですね、うん、手首は特に意識はしてない。はい、力を入れないようにしてるだけです。多分生で花プロ見たことある方は、まあ、手首ブランブランに見えると思うんですけど、はい、まあ力抜いてるだけっていう。そうですね、僕の場合ね、割れるショットをあえて故意に使うときは、はい、手首にね、力先に 入っちゃってます。あ、手首をちょっと固定するような感じ。入れちゃってます。指の移動は同じ感じなんですか。指の移動もね、ベースは一緒ですけど、はい、なんとなくこう硬い感じも硬くつくっていうか。そうですね、その初心者プレイヤーがやるような硬いショットをあえてするっていう。そうですね、そういう時もあります。ただ入れたいだけでそれは使わないですよね。入れたいだけでは使わないです、ね。はい、握る時にたまにこう空間空いてる方、アマチュアの方で、はい、はい、いると思うんですけど、最初から、はい、そういうことはしないですよ。あ、僕はそうですね。あんまりプロの方で空間空けてる方って見受けないんですけど。あ、少ないですよ、ね。はい、でもいますよ。あ、いるはいらっしゃる。そんなにね、この親指のこの水かきの部分、これがガーってくっついてるかって言ったらそうでもないですね。まあ、軽く添えられてるような感じ。はい、そうです、そうです。で、親指っていうのはあえて伸ばしている感じですか。ああ、僕はそうですね。なんか、曲げると結構いたずらしやすいんで、親指曲げるとやっぱなんか力が入りやすくすね。ストロークした後に水かきの部分から離れると思うんですけど、はい、そうするとそれはただ単に薬指に移動しているから、はい、っていうことですね。そうです。フォローするときはこの水かきの部分はもう完璧に離れちゃいます。球がもう薬指に乗っかってるような状態、ね。あ、そうです、そうです。全く握ってないっていう状態ですね、はい、人差し指ももうほぼ触れてるだけ、うん、もう離れてるに近いです、フォローするの。投げてるわけじゃないけど、まあ、投げてるように見えるような。そっか、近いっちゃ近いです、ね。うんうん、これは意図的にやられてる感じですか。意図的にそうしてた時期ありましたね。今はもう無意識になるので、で体に染み込んだんで、うん、なるほど、はい、基本的にはこれをおすすめはできるような感じですかね。あ、上級者になったらそうですね、こういう突き出した A クラスだったらですね、はいはいはい、SA クラスになったらもうそういうのはもう絶対できてるんで、この指を移動させるっていうのが重要なんですかね。そうですね、まあね、スムーズに関係ないです。スヌーカーで見たのが、はい、人差し指、中指を浮かせといて後ろだけ重心でそのままつくっていう。そういう人もいるかもしれないですね。乗せる場所が一応移動された方がまっすぐは引けやすい。そうですね、水平に引きやすいですよね。指ってこのままの形でね、こう振ったら、うんうん、絶対こう、うんうん、球がこう球尻が上がっちゃうんで、はい、指をこうどかすことで水平に振れますからね、うん、なるほど。結構いろんなプロの方に聞いてもおそらく同じような意見のパターンが多いかなと思いますので、うんうん、先玉に負担のかかりにくい球っていうんですかね。あと手玉がその暴れにくい、ね、暴れにくい球をちょっとついて、うん、あと回転効率がいい、ね、綺麗なストローク、ひねる時も、はい、そんな感じでつくってこと。そうですね、なるほど、勉強になりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。